にちは、みおとです。本日の吹奏楽動画でございます。今日はてれててってでーユーフォニアム。あれやね、多分年明けで管楽器の練習動画を出すのは初めてじゃないですかね。去年の末あたりからね、こうやって楽器の練習を復活させたわけなんですけれども、今はねユーフォニアムを中心に練習をしている次第でございます。ちょっとね、対戦についてはまた後日やっていこうかなと思うんですが、今までバジングしかやってこなかったんで、今日こそはね楽器にマウスピースをつけて音を出していけたらなと思っております。で、ちょっと家なのであんまり大きい音は出せないです。ちゃんとしっかりした音を出すのはまた後日になります。それもカラオケとかスタジオとかを借りてやっていこうかなと思っております。まあでも平日の昼間なんで、そんなに人はねいないし、迷惑にはならないのかなって思いますので、ちょっと細心の注意を払いながらやっていこうかなと思っております。それではね、まずはいつものようにバジングからやっていきましょうか。ちょっと持って悪いけど一回しまうね。マウスピース、3代目のドラえもんは俺やな。鼻詰まる。まだなぁ、バジングの練習もした方がいいとは思うけど。ちなみにバジングにつきましては、時間ある時とか、ほんと5分程度でもやるようにはしているんですよね。もう1日2日空くこともたまにあったりして、そこがちょっと痛いところかな。つけてみるか。いろいろね、否定的な声はあるとは思いますけれども、あんまり気にせずやっていこうかなと思います。マウスピースプラグイン。こういうところで怒られるんだよな。ちょっとね、隣の部屋でね楽器を保管していたんで、結構冷えてるんですよ。音程云々もきっとあると思いますが、そこら辺もまあとりあえず今は気にしないで、音が出たらいいかな程度にやっていきたいと思います。いきます。ドキドキするな。やっぱ末尾だけどさ、楽器つけてやるのとじゃさ、テンション違うね。もちろんマウスピースだけでのね、このバジングも必要ですけど、楽器つけた時のテンションは、楽器っていいね。パーカッションだけど。これ何の音だろうな。ちょっとチューナーと譜面台と教本持ってきたいと思います。今ちょっと今持ってきたいと思います。あ、待って、この部屋入ったら俺出られなくなるんじゃない。そんな茶番いいか。気候チューナーなくす。ちょっとね、多分どっかにはあると思うんで、後で探しておきたいと思います。チューナーなくすとかアホや。まずね、どのピストンを押せばどの音が出るのかっていうのとかをね覚えていきたいと思うんですよ。これはずっと言っていて、ツイキャスとかで視聴者さんの名前はね結構覚えやすいのに、こういうのになるとね覚えられないんですよね。言い訳、言い訳メイビー。 UFO は米艦だから、米がドになるってことか。じゃあまずは解放。うん、ちょっと高い気もするけれども、まあベーってのはなんとなくわかるね。そう、4番ピストンがあるから2通りあるんだよね。ほんと音程はごめん、許して。そうなんだよな。そう、あのさ、 F がどうしてもね解放だから一緒じゃないですか。いつもここでね挫折するっていうか、ギターの時も F で挫折したんだけどさ。でも部活とかでもさ、そのベーと F を行き来している練習をしている人もいたので、まあそういうことなんだなーってユーフォニアム初めてね気づきますよ。ドレミファソファミレドって出せたらまあいい方じゃない。
この音好きなんだよね。あ、違うの。勘弁してよ。ギリギリアウトやな。環境が欲しいっていうところが本音ですね。でも今日からねしっかり楽器をつけて練習をし始めたので、その一歩としてはまあまあかなと思っております。とにかくこれをできる限り続けていければなって思っております。もう一回くらい家で今度は姿勢とか音程とか指の動きとか先ほど言っていたことなんかを中心にやっていけたらなと思っております。見ていただいた通りね、かなり下手くそではありますし、見ていてイライラするとは思いますけれども、ちょっと僕なりにね自分のペースで頑張っていけたらと思っております。はい、ということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。